飛行場の跡地にある西日本航空発祥の地の石碑立原井陸軍飛行場は福岡市の南西 28km 現在の福岡県三井郡立原井町朝倉郡筑前町と朝倉市にまたがる地域にあった日本陸軍の飛行場1916年に陸軍が計画し1919年10月に完成した飛行場土地の選定理由として 中国大陸に向かう航空隊の中継基地の役割、海岸から距離があり敵艦隊の艦砲射撃の影響を受けないこと、飛行場に適した広大で障害物のない場所であることなどが考慮された。1929年から1936年まで民間機の発着も行われていた。1937年頃より飛行場に付随する軍の施設が増え、 陸軍航空兵の飛行機操縦教育における拠点の一つとなった。太平洋戦争終盤には、本土防衛の一翼を担うが、アメリカ軍の空襲を受けて壊滅的な被害を受けた。終戦後、ハイ港となり、跡地は農地やキリンビール福岡工場用地に転用された。当時の門柱や時計台、官的号、井戸が現実を公民館付近に保存されている。 第5航空教育体制門の門中、元あった場所から少し東の立ち洗い平和記念館の正面に移設されている。遠隔の一部の内容は参考文献、証言立ち洗い飛行場、P2P3 より抜粋。ありがとうございます。